食べるトミーです。ということで、セブンイレブンがこの夏頑張る人に元気を届けたいということで、カレーフェスが開催中なんです。そこで僕もね、このセブンイレブンのカレーフェスのカレーを食べて元気になりたいと思うんでね、今出ているラインナップ、食べてみたいと思います。ということで、まず最初の一品目はルードメール。ルードメールとは神田にある有名な老舗洋食屋。その昔、堺正明さん司会の厨房ですよで町の巨匠の常連として登場していた印象があるんですね。さあ、そのルードメールのカレー、そのまま食べるとちょっと丼風になってしまってイメージが湧きにくいんだよ。器に盛ってみました。するとどうですか、この見た目が正統派の洋食屋のカレーって感じで、いかにも美味しそうって感じになりますよね。それでは早速いただきたいと思います。それではいただきます。さあ、そのルードメール、口の中に含むと濃厚な旨味がわーっと広がるんです。その濃厚な旨味の正体、それは牛肉、キノコ、香味野菜なんです。このドローっとしたカレーのルーからも想像できると思いませんか？これには思わず納得です。その牛肉は国産の赤身肉を使用。食べ応えがありつつ柔らかい食感が特徴的でした。まあ、カレーはですね、シャバシャバ系とドロッとした系があると思うんですけども、このルードメールのカレー、ドロッとしたカレー、本当に美味しいんですね。そして最後はですね、ご飯とお肉、この牛肉と一緒に食べる。すると旨味の効いた牛肉、そしてカレーのルー、ちょっとピリ辛なカレーのルーがですね、白いご飯と相性が合うんです。濃厚カレーの神田洋食名店ルードメール、美味しかったです。こういうま。さあ、続いての一品はチキンビリヤニ。辛さの指数を表す唐辛子マーク3つあったんですけども、その3つのうち 2.5 なんです。僕、辛い食べ物、辛いカレー大好きなんで、これは期待が持てます。そしてパッケージの表示見てみましょう。インド風スパイシー炊き込みご飯とあります。そうです、ビリヤニといえばインド、インドといえばビリヤニというぐらい有名な食べ物ですからね。さあ、このチキンビリヤニ、監修はエリックサウスなんですけども、このエリックサウス、東京では八重洲とか東京ガーデンテラスにあったと思うんです。もう蓋を開けるとここはインド料理屋かっていうぐらいね、インドの香りが充満します。そしてこのタレ、これ味が全く想像できないんですけども、まあなんとなくスパイシーな感じがするんです。もう匂いがね、部屋中に漂っているわけですからね。さあ、タレをかけた後のこのビリヤニ見てください。美味しそうな見た目はもちろんのこと、このスパイシーな香りが部屋中に充満しちゃって、もうここはまさにインドのデリーかコルカタかっていうぐらいでね、もう悪くないです、旅気分です。それでは、インド風スパイシー炊き込みご飯チキンビリヤニ、いただきます。するとどうですか、スパイシーで刺激的な味、香り、これはもちろんのこと、柔らかい食感のチキン、これは美味しいんです。そしてお米はですね、コンビニのお米なのにパラパラ風なんです。これってすごいと思いましたよ。さあ、今度はピーマンがあります。ピーマンがあったんで、そのまま食べないでね、このビリヤニ炊き込みご飯をピーマンの上に乗せて食べることにします。それでは早速いただきたいと思います。するとどうですか、スパイシーな炊き込みご飯とピーマンの苦味、香り、これがとても相性がいいんですね。さらにトマトがあったんで、このトマトと炊き込みご飯一緒に食べることにします。するとこれもどうですか、トマトの酸味が一つのアクセントとなって、とっても香りもいいんですね、酸味がいい。さあ、今回食べたチキンビリヤニ、インド風スパイシー炊き込みご飯、刺激的なタレとジューシーなチキンが夏にぴったり、夏うま。
さあ今度の一品はロカプレート。こちらの監修はスパイシーカレーロカ、大久保にある有名かつ人気店ですよね。僕前から食べに行ってみたいなと思っていたカレーなんでね、これセブンイレブンで食べることができて大変嬉しいです。まあ本当はね、本音はお店に行って食べたいんですけどね、今度必ず食べに行きたいと思います。さあそんなロカプレート、辛さを表す指数は唐辛子マーク3つのうち2つついてました。まあちょい辛ってとこじゃないでしょうかね。そしてこのロカプレート、特徴はご飯の上にこれなんて言うんですかね、こう保護されてるんですね。食べる前からこの料理、この作品に対する思い、そして丁寧さ、これがね伝わってきましたよ。それでは早速いただきます。するとどうですか、このカレーのスパイシーな香りがわーっとくるんですけど、ルーローハンとダブルスタイルなんで、あの台湾で食べたルーローハンの香りというかですね、台湾の匂い、いやいやそれとも発覚の匂いなのか、これはまあ記憶の片隅にある台湾の匂いも同時にうわーっと鼻にねついてくるんです。一口食べると台北の夜市で食べた記憶、そして二口食べると高尾の屋台で食べた記憶が蘇ってくるんです。さあカレーの肉を見てみましょう。そうするとチキンです。そしてルーローハンの豚肉、すごいです。これチキン×豚肉、2種類の風味が口の中をふわっと襲ってくるんです。これはすごい、うまい。そしてルーローハンとカレーのルー、これをちょっと混ぜてですね、一緒に口へ運ぶ。そしたらどうなるのか、全く想像できない味なんですけども、一口食べると、ふむふむ、あらららららら、これはやばい、結構相性が合うんですね。さらに卵がありました。これ卵を潰して黄身がドロッととろけ出すのを想像していたんですけども、ちょっと電子レンジで温めすぎちゃったんですかね、黄身がちょっと固まっていました。それでもその黄身とご飯を混ぜてカレーを合わせて具材の玉ねぎも一緒に食べる。するとどうですか、この食べ応えももちろんのこと味、これ卵でねまろやかさが出たんです。美味しいです。もう抜群、優勝万歳です。さあ今回食べたスパイシーカレーロカ、監修のロカプレート、スパイシーカレーと台湾発のルーローハンとのコラボ、味の奥深さを感じました。深うま。さあ今回の食べるセブンカレー、最後の一品はカシミールカレー。そのカシミールカレー、監修は創業昭和31年の老舗レストランデリー銀座なんです。銀座デリーのカシミールカレーをコンビニで食べられる、これ嬉しいんですけど、辛さを表す指数、これなんと唐辛子マーク3つ満点なんです。辛いもの好き、辛いカレー好きとしてはたまらんのですが、楽しみです。さあいただきます。するとどうですか、最初は辛さが伝わってこないんですけど、何口か噛んでるうちにね、辛さがじわじわじわとくるんです。それにしてもどうですか、このカレーのルー、美しいと思いません？照明も当たってピカピカと輝いちゃって、そのルーはサラサラ系のスープスタイル。僕自身サラサラ系のスープスタイルのカレーはあまり食べることがないんですけどもね、まあいいじゃないですか、ご飯を一口食べてスープを含むみたいな食べ方がねできるんでね、結構美味しいです。さあこのカシミールカレー、チキンが入ってます。まあどうです、コンビニのカレーのチキンに見えないでしょう、安っぽくないんです。もう本格的なチキンに見えるんですけどね、そのチキン食べてみると、あーこれね柔らかいんです、ジューシーなんです、鶏肉の肉汁がね出てくるんです。これもう強烈インパクトですよ。さあ具材は鶏肉だけではありません、じゃがいもも入っていました。そのじゃがいも、スパッとした切り口が特徴的なんですけど、一口食べてみます。するとこれ全く予想していなかったんです、ボソボソしてない、ちゃんとした食感、そしてうまみがある、このじゃがいもうましって感じです。さあ今度はですね、お米と鶏肉一緒に口へ含んでみることにします。するとどうですか、これもう言うことなし、もう文句なしです。辛いもの好きにはたまらん、デリー発祥激辛チキンカレー、銀座に行かなくても食べることができるなんて幸せ。辛うま。
さあ、今回の食べるセブンイレブンのカレーフェス、いかがだったでしょうか。コンビニのこういう、まあ、今回はカレーフェスなんですけど、ラーメンとか、まあ、いろんな企画をやるじゃないですか。これってお店のプロモーションにもなってると思うんですよね。でもまあなんだろう、まあ、これを食べて、いやこの味うまいならば本当に実際にお店に行ってみようじゃないかと思う人と、なんでお店行かなくてもこのレベル味わうんだったらコンビニでいいんじゃねみたいな、どっちの人の方が多いんですかね。まあ今回4種類食べたんですけれども、まあ、この中で一番人気のカレーってどれなんですかね。比べようがない、なんかこれが一番みたいなの言いたかったんですけど、全然違います、別物です。それではちょっと最後にあれいきます。これいっちゃいます。それでは今日は室内なんでね、ちょっとグラスに入れて飲みたいと思います。それではいただきます。やっぱねこのビールうまいでね、またねカレーを食べた後のビールがねまた効きますね。これね口の中にね、うわもうなんていうんですか、うまいこと言えね、それでは最後に一言、カレーの食事で心を豊かに、楽しかったでしょう。登録